僕最近さ、思ったことというか、気づいたことが一個あってさ、今のスマブラ SP のさ、キャラバランス、結構文句ある感じの評判をよく聞くじゃないですか。結構、バランスはいい方だと思うんですけど、このゲームって。なんでだろうなってちょっと考えたんですけど、なんでこんなに DLC の評判があまり良くないのかって考えた時に、多分それまでのアップデートとか調整さを頑張りすぎたからっていうのは多分ありますよね。なんか既存のキャラクターこんなにめちゃくちゃしっかり調整しといて、 DLC はあんまり手加えてないからさ、そこ矛盾してるからみんな納得いってないんだろうなってのはちょっと思うよね。調整の試行回数というか、なんか特別扱いされてる感をみんな感じてるような感じしない？で、既存のキャラどんだけ調整受けたかって感じじゃないですか。めちゃくちゃ受けたやん。何回もみんな微調整加えあったけど、 DLC って多分多くて多分2回ぐらいだと思うんですけど、第2弾とかのだけで言うたら。だから多分もしかしたらさ、既存のキャラも大して調整加わってなかったらさ、多分こんな、もしかしたらこんななってなかったかもしれないし、既存のキャラもまあ1、2回まあ調整受けた程度みたいな、だったら結構みんな納得してたかもしれないしね。そういう可能性なくもありそうですよね。ジョーカーもね、結構調整入ってたよね。だからなんか特別扱い受けてる感をみんな感じてるんだと思う。運営的にはそんなことないと思うんやけど、ちゃんとバランス調整した上でアプデを終わらせたつもりだと思うけど、実際そうだと思うけど、ユーザーから見たらそう見えちゃうんだろうなって。そう思わなくてもそう思っちゃうみたいな人もいそうですよね。SP から始めた人からすると、スティーブ・カズヤは壊れてるけど X4 経験者からするとまだ可愛く思える説もあると思う。もう X のメタないともうやばいからな。あの地獄を生き抜いたやつらがまだいっぱいおるからな。クラウドが強キャラのおかげで楽しめてるのはある。強キャラ、それはあるな。まあ多分クラウド強くなかったら、いや、これ昨日も話したんですよ。クラウドが強くて、で、スパーゴが結果残してくれてるから、クラウド使いは結構モチベ維持できてるけど、もしスパーゴが結果残してなかったら、クラウドも消滅してたんじゃないかなっていう話を昨日してた。もしかし、僕も多分セフィロス使ってた可能性あるしな。オメイカとか使ってた世界線とかもあるかもしんないしね。こんなに調整が言われながらも大会なので、それなりにキャラがばらけてるのは総合的なバランスいいんだろうなと思います。キャラ好きとかもあると思いますが、あ、バランス自体はね、めちゃくちゃいいはず。もう過去作と比べたら絶対にいいはず。一番いいし、他ゲーと比較してもいいはず、絶対に。仮にさ、最後のさ、アップデの時にさ、実はまだアップデじゃなくて、あと数回アップデをした上で、第2弾 DLC とかが調整されてなかったら、また印象は変わってたかもしんないね。アップデをすぐ終わらなかったっていうので、まあこれで運営がバランスいいって判断したんだろう、じゃあしょうがないなっていう意見になってたかもしんないよ。そんな可能性がある。そういう可能性もありますよね。っていうのを僕は今日仕事をしながら思ってました。まあ楽しんだもん勝ちってことで、ね。どんなゲームでも、まあ、楽しんで継続したもん勝ちなので、まあ、頑張ってる人たちは楽しみましょう。今日スマブラしてる後輩とタグを死んでた、アイクから風になって悲しくなりました。いや、別にいいんじゃない？それと向き合わなきゃ。SP やるんだったら、それと向き合わなきゃいけないよ。むしろ、それで、あれやって、後輩は正しい道を歩んでるって思わないと。あ、後輩はちゃんと
スマブラ SP を分かっているな、ちゃんと理解しながらスマブラ SP を遊んでいるなって思わないと。いやだってさ、これ何回も言ってるけどさ、絶対 DLC 組とかさ騒がれてる最近のファイターをさ使えた方がこのゲーム楽しめるよ絶対。カズヤがアーダコーダー、スティーブがアーダコーダーってさ批判とかいっぱいあるけどさ、いっぱいあるけど、そんな言ってるよりさ自分で使って VIP 潜って楽しむぐらいのさ、そのくらいの気持ちでいた方がさ絶対楽しいよ。やられた側のこといちいち考えたら楽しめない。そう、ほんとそうなんだよな。スマワトでカズヤ使いの人とフリーやったんですけど、カズヤ使って即死で倒すると勝つと楽しいけど申し訳ない気持ちになりますって言ってはったんよね。そういうとやっぱいるんだなって思うけど、でもあなたはスマブラ SP を誰よりも楽しめてると思うからいいと思いますよって言っといた。ちょっと使い手の人たちにはね、そういう周りの意見とか気にせず楽しんでほしいよね。